何も取り柄がなかった少年緑アイズクが最高のヒーローになるまでの物語を描いた僕のヒーローアカデミア。あなたは緑アイズクのことが好きですか？女体化デクの方が好き。ということで今回は自己犠牲の悪魔に取り憑かれた狂気の主人公緑アイズクについて解説していこうと思います。この動画ではヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでからこの動画を見てね。この動画を見終わった時、あなたはデクを気味悪がったカッちゃんの気持ちが分かったとつぶやいていることでしょう。それでは行ってみよう。本名緑アイズク、ヒーロー名デク、身長166センチの大型で UA 高校ヒーロー科に通う16歳の高校生です。見た目はパッとしないモブキャラみたいな感じだよね。穏やかで他人を思いやれる優しい性格をしているのですが、基本的には女子に免疫がなく、話しかけられると赤面して顔を伏せてしまったり、自分の興味があることに関しては早口でまくし立てるクソナード気質の持ち主です。オタクの典型的な人見知りムーブ。幼い頃からヒーローに憧れていたデクはノートに事細かくヒーローのデータを書き込むことが趣味で、それは現役のヒーローだけに収まらず、過去のヒーローの活躍に至るまで公表されているほぼ全てのデータが頭に入っているため、ヒーローについて語り出すとマシンガントークが止まらなくなる極度のヒーローオタクでもあります。狂気を感じるレベルのオタク度だね。頭の回転は非常に速く、状況判断力や思考の瞬発力は作中でも随一の頭脳を持っており、ヴィランの個性や弱点を瞬時に見抜く洞察力や冷静に戦場の状況を把握し打開策を導き出す対応力がずば抜けており、パワープレイ主体の脳筋個性を持ちながらも戦い方は頭脳戦を得意とする技巧派タイプです。もともといじめられっ子の無個性で弱者の戦い方を知っているから、油断も慢心もないところがバトル漫画の主人公としては珍しいタイプだよね。デクに欠点はないのかな？致命的な欠点といえば恋愛面に非常に奥手なこととファッションセンスが絶望的な点です。恋愛面はオタクでクソナードだから仕方ないよね。基本的にはクラスメート全員に好かれているデクですが、女子と喋っている描写はあまり多くなく、入学当初から何かと接点のあるお茶子と喋るときは意識しすぎて彼女の顔が直視できなくなってしまいます。高校生らしくてなんかいいね。お茶子以外との女子に自分から話しかける場面は作中通しても少なく、つゆちゃんに対しては最終章でも呼び方が定まらず、アスイさんととっさに呼びそうになってしまう様子が最終決戦の緊迫したシーンで描かれています。デクはカッちゃんとエリちゃん以外全員名字呼びだから下の名前で呼ぶことに抵抗があるんだね。彼の中での恋愛知識は完全に中学生で止まっており、戸賀卑弥呼に付き合ってほしいと言われた時は戦闘中にもかかわらずフリーズしてしまい、チューチューしたいと言われたデクは、恋人っていうのは手をつないで遊園地に行ったりクレープを半分こすることだとあまりにも低レベルな恋愛感を暴露し、お茶子も思わず突っ込んでしまいそうになっています。中学生っていうか小学校低学年レベルの恋愛感だよ。デクのファッションセンスが欠点っていうのはどういうことなの？ UA 高校がヴィランに襲撃され生徒に危険が及んだことがきっかけで全寮制になったのですが、そこで時折デクが着ている部屋着のセンスが壊滅的で、シーツや T シャツと書かれた T シャツを着ており、誰にも突っ込まれていないところを見ると日常的に変な柄の T シャツを着ていることが推測できます。シーツと書かれた T シャツを選ぶ心境が謎すぎる。もしかしたら大好きなお母さんが買ってきてくれた T シャツだから大事に着ているという可能性もあるのではないでしょうか。絶対デクのセンスだと思う。そんなかわいそうなセンスを持っているデクですが、最近ではカメラ慣れしてしまったらしく、ジャンプフェスタで公表された堀越先生の書き下ろしイラストでは轟と爆豪の3人でバッチリおしゃれに決めており、ヒロアカ本編での壊滅的なファッションセンスは鳴りを潜めています。ちゃんとした格好してると普通にイケメンだよね。しかし慣れというものは恐ろしいもので、あまりにもカメラ慣れしてしまったデクは羞恥心がぶっ壊れてしまったようで、堀越先生の2023年一発目のお正月特別イラストではとんでもない格好を全世界にさらしてしまいました。とんでもない格好ってどういうこと？2023年はうさぎ年ということでミルコが全面的にプッシュされたイラストなのですが、
その後ろにはミルコのヒーローコスチュームを着た遊泳生が描かれており、かなり際どい角度のハイレグで頭がはみ出そうになりながらもバッチリポーズを決める。変わり果てた姿のデクが世間を賑わせました。変わっちまったなデク。新年早々新たな性癖を開拓させてくれた堀越先生、ありがとうございます。デクはどんな個性を持っているの？デクの個性は8代にわたって受け継がれてきた個性、ワン・フォー・オールです。オールマイトから継承されたんだよね。ワン・フォー・オールの個性についてはこちらの動画で詳しく説明しているので概要欄にリンクを貼っておきます。もともとは宿敵であるオール・フォー・ワンと対をなす個性として生まれたワン・フォー・オールは8人の継承者たちに受け継がれ、デクが最後の継承者になりました。なんでデクが最後の継承者なの？本来は超スピード超パワーが備わるだけの脳筋個性だったのですが、蓄えられ続けてきた力が覚醒し、9代目継承者のデクが無個性だったことも相まって先代継承者たちの個性も発現する極めて異例な個性に変貌してしまいました。初代が得意点はとっくに超えているって言ってたから、蓄えられてきた力が限界を超えたっていうことなのかな。8代目継承者のオールマイトやその先代の志村奈々の時も歴代継承者の個性が発現したことはありませんでした。しかし様々な要因が重なったことで先代たちの個性が次々と発現するようになったワン・フォー・オールは先代たちの個性の性質も大幅に強化されているようで、黒鞭の個性を持った5代目や変則の個性を持った2代目は自分たちの頃とは比べ物にならないくらい進化したと語っており、人類の歴史上最強の力を持った個性に変貌しています。2代目の個性変則はもともと自分以外の小さいものの速度を変化させるだけのしょぼい個性って言われてたけど、今では自分の細胞一つ一つを加速させて超スピードで動ける個性に変貌しているんだよね。この世の断りを超越するレベルの力を発揮しだしたワン・フォー・オールはこれ以上継承されていけば人類の手に負える個性でなくなることは明白です。現時点でもワン・フォー・オールとオール・フォー・ワンは人知を超えた力って言われているもんね。デクと仲がいい人は誰がいるの？物語の主人公であるデクが影響を与えた人物は多いのですが、最も関わりが深いのは憧れのヒーローオールマイト、気になる女子のうららかお茶子、因縁のある幼なじみ爆豪勝月の3人は外せないでしょう。オールマイトとデクが出会ったことからヒロアカが始まったんだよね。幼い頃からオールマイトに憧れていたデクは偶然街でオールマイトのヴィラン退治に遭遇、ヴィランに取り込まれた幼なじみの爆豪を助けるために無我夢中で飛び出していくデクの姿を見たオールマイトは無個性ながらも困難に臆さず立ち向かう真のヒーローになる可能性を秘めた若者だと直感的に感じ取り、何世代も受け継がれてきた個性ワン・フォー・オールの次の継承者にデクを選びました。ヒーローでもないし知り合いでもない無個性のデクにいきなり数百年受け継がれてきた激ヤバ個性を譲渡するってオールマイトもなかなかぶっ飛んでることしてるよね。それ以降は師匠と弟子として教師と生徒としてオールマイトはデクを支え続け、まるで本当の父親と息子のような強い信頼関係で結ばれています。でもさ、ぶっちゃけオールマイトって教えるのあんまりうまくないよね。天才型のオールマイトはワン・フォー・オールを継承した直後から 100% の力を引き出せていたため、典型的なコツコツ努力型のデクとはあまり相性は良くなかったかもしれませんね。ワン・フォー・オールの使い方を習ったのはグラントリノだし、先代継承者の個性を制御するコツを教えてもらったのはエンデバーだし、もしかしたらデクってオールマイトから教わったことってあんまりないのでは？お茶子とデクはどんな関係なの？入学当初からお互いを助け合ったことで縁が深まったデクとお茶子はお互いに意識し合っている関係です。お茶子はデクのことが好きって認識しているよね。恋愛経験のないデクはまだはっきりとお茶子への恋心を認識していませんが、実はクラスの女子でデクが赤面してしまうのはお茶子だけで、他の女子に喋りかけられても普通に返答しているためデクにとってお茶子が特別な存在なのは間違いないでしょう。最初の方は緊張してまともに喋れなかったのに、最終章では普通に真顔で口説いているのが面白いよね。相思相愛の二人ですが、恋愛の相性自体は悪い可能性が高いです。それはどういうこと？
お茶子はもともと人の笑顔を見るのが好きで、ヒーローを助ける人になりたいと本心では思っています。他人のためにボロボロになるデクにとって安心できるお茶子はぴったりなんじゃないの？確かにそうなのですが、デクの自己犠牲の精神はもはや病気とも言えるほどの状態で、理想とするオールマイトのように誰かを救うために命を削るヒーローになっていくのは間違いないでしょう。そしてすでにその兆候は出始めており、息子のことを心配して何度も戦うことを止めようとした母の制止を振り切り、見知らぬ誰かのために戦場へ戻っていくデクが幸せな家庭を築けるとは思えません。いくらお茶子がデクを支え続けても、他人のために自分が犠牲になることをやめない限り、最終的にはオールマイトとサーナイトアイみたいに決別することになるかもしれないってことか。デクが変わらない限り、それを支えるお茶子も不幸になる道しか残されていないため、客観的に見たら口は悪いけど女子力が高く、身内を大事にする爆豪の方が相性がいいかもしれませんね。デク茶推しの人たちに怒られそう。デクとカッちゃんはどんな関係なの？この二人の関係はとても複雑で、初めはいじめっ子といじめられっ子の関係でした。中学時代のカッちゃん、デクに対してかなり悪質ないじめをしていたんだよね。大事にしているヒーローノートを燃やして捨てたり、飛び降り自殺をさせようとするなど、冗談では済まないレベルのいじめをしていた爆豪ですが、デクがワン・フォー・オールを継承し UA 高校に入ってからは立場が逆転、日に日に強くなっていくデクに差をつけられ、劣等感まみれになった挙句、憧れていたオールマイトを引退に追い込む要因を作ってしまったことに責任を感じている爆豪は、不安定な心を抱えながらも最終的には弱い自分を受け入れ、デクを心から認めることで長いわだかまりが解け和解しました。単純なライバルじゃなくて、憧れと劣等感が入り混じったすごく複雑な関係の2人だよね。デク自身は幼い頃から爆豪に憧れていたのに対して、爆豪は根っこの部分で自分のことを助ける対象に入れていないデクを気味悪がって遠ざけていたとオールマイトに打ち明けています。確かにデクっていつ死んでもおかしくないくらい自ら危険に飛び込んでいくよね。このデクの異常なまでの自己犠牲の精神は作中でも何度も触れられており、シエ8歳改編のヴィランシサキ界からは英雄症候群の重症者と呼ばれています。英雄症候群ってどういうこと？英雄症候群とは、英雄願望や自己顕示欲の強い偏った思想を持つ人間にありがちな精神状態を指す言葉で、シサキはヒーローたちのことを英雄症候群の病人どもと呼んでいます。特に自己犠牲の精神が強すぎるオールマイトとデクは重症で、ある意味英雄症候群をこじらせまくったステインと同じ思想を持っていると言っても過言ではないでしょう。ヒーロー全員に思想を押し付けるステインと、サーナイトアイに自分の思想を押し付けて決別したオールマイト、心配するデクママに思想を押し付けて家族を顧みようとしないデク、確かにこの3人は根っこでは同じ思想を持っているのかもしれないね。オールマイトの意思を継いだデクは誰からも認められる立派なヒーローになっているのは間違いないのですが、心の底では目的達成のためには何かを犠牲にするのは仕方ないと思っているようで、青山優雅がオールフォーワンの内通者だと知った際は、青山をおとりにしてオールフォーワンを引きずり出すという恐ろしい作戦を思いつきます。涙を流しながら青山くんを説得しつつ、そんなことを考えていたっていうのが恐ろしいよ。おそらく最初は自分をおとりにしてオールフォーワンを誘い出すつもりだったデクは、青山が内通者だったことが分かった瞬間に急遽作戦を変更し、世界を救うために友人を危険にさらすという作戦を打ち立て、青山の意思を確認することもなく半ば強制的に作戦を実行に移します。内通者の青山家全員を使ってオールフォーワンを釣るって考えつくのは結構えぐい思考回路だよね。青山くんを説得した相沢先生は、青山くんが怖がっているのを理解した上で、心を鬼にして青山くんを作戦に組み込んだけど、デクは青山くんの心のケアをせずに強制的に参加せざるを得ない状況にしているところがめちゃくちゃサイコパスっぽいよ。常日頃から平和のためには自己犠牲を厭わないと考えているデクだからこそ、思いついた作戦だったのかもしれませんね。かっちゃんがデクのことを気味が悪くて遠ざけてたっていうのもなんとなくわかる気がするよ。
最終決戦ではデクは何をしているの？圧倒的戦力差のヴィランを相手に分断して括弧撃破する作戦を実行したヒーローたち。死柄木に唯一対抗できるデクは空飛ぶ UA 高校に死柄木を封じ込め一気に叩こうと計画していましたが、戸賀卑弥呼の妨害に遭い UA 高校から遠く離れた奥戸島に隔離されてしまいます。この時点でヒーローサイドの作戦が狂い始めたんだよね。なんとか自力で UA 高校に戻ったデクでしたが、到着が遅れたことでヒーローたちは全滅しており、死柄木の挑発に乗りそうになっているところをミリオに助けられ冷静さを取り戻します。どんなに強くなっても心は高校生のままだから、そこを突かれると弱いよね。歴代継承者たちの個性を駆使し死柄木を圧倒するデクは、この世の断りを超えた威力を発揮するスマッシュを繰り出し死柄木の肉体を粉砕しました。デクのスマッシュで死柄木は倒せたの？ノームの肉体を持った死柄木はデクのスマッシュでも倒しきることはできませんでした。しかしその衝撃で死柄木の中で人格の分裂が進み、深層に沈んでいた志村天子の人格が現れます。人格が分裂している隙に殴っちゃえばよかったのに。進化した変則の個性の影響で細胞一つ一つに多大な負荷がかかっているため、変則を使用した直後は呼吸もままならず、回復するまでは動くことができなくなっています。人格大戦争中の死柄木と全細胞瀕死状態のデク、先に動けるようになった方が勝ちっていうスリリングな状況なんだ。最終決戦もクライマックスに差し掛かるヒロアカですが、377話の冒頭で満開の桜と老人のような手をした謎の人物が意味深にモノローグを語っているシーンが不吉な結末を示唆しているようで、不穏な空気が流れています。この手って変則を使いすぎて細胞が老化してしまったデクなのかな。ということで今回は狂気的な正義感を持つクソナード緑アイズクについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が1000いいねを超えたら女体化したデクや実写化デクのまとめ動画も作っていこうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。クルスウルトラ。